ガゼ呼吸中開口ガゼ呼吸中開口はガゼ呼吸自然行行やガゼ呼吸徳開口よりたくさん酸素を吸うことのできる方法です比較的穏やかな動作なので体力のない人や体調によってあまり動きたくない時に適した方法です片足のかかとをつける時に2回息を吸い 同じ足の裏をつけるときに一回吐くというリズムで呼吸しながら歩きます。風呼吸自然行行よりゆっくりしたペースで歩行することになります。予備行として待つ静単立中単連3個気呼吸中単連3個開き合いの順で行いリラックスします。1転する予備行が終わったら静かに目を開いて待つ静単立の姿勢から。 全身をリラックスして右手は手のひらを下向きにし体から拳一つ分くらい離して中端殿の前に置きます左手はやはり手のひらを下向きにして左側の輪とべ穴の横へ止めておき体からは拳二つ分くらい離しますこの時左手のひら高さは右手より少し低い位置になります右足に重心をかけて 左足の親指の腹を右足の土踏まずの拳一つ分開けたいのところにちょんとつけます。この動作を点をすると言います。2左足より出る。左足を踏み出しかかとを地面につけるとき2回続けてし、しと鼻で息を吸います。顔は正面を向いています。手の位置はまだそのままです。3左足の裏をつける。 左足の足底全体を地面に平らにつけようとするとき、ふうと鼻で1回吐きます。上半身は左に約60度横に向け、同時に腰を左に回します。顔は上半身よりやや多めに左横に向けます。でも腰の動きについて自然に少し左に回ります。右手は中端の前に。 左手は左は飛べ、穴の左横にあります。4右足を出す。右足を踏み出しかかとを地面につけるときに2回続けて、し、しと鼻で息を吸います。顔は正面を向き、左手を中端殿の前に、右手は右は飛べ、穴の横に回します。5右足の裏をつける。右足の足底全体を。 地面にに平らにつけようとするうととすす。るき、きふ鼻で一回吐ま上半身は右に約60度横に向け同時に腰を回します左手は中短練右手は右は飛べ穴の横に来ます顔は上半身よりやや多めに横に向けますでも腰の動きについて少し自然に右に回ります 6個のようにして左足右足と進みます20分くらい続けたら後ろ足を前の足に揃えて止まります7おさむこう風呼吸中開口は途中で足をかいないので続けて20分くらい歩いたらおさむこうになります中短電3個開き号、中短電3個気呼吸待つ静単立の順におさむこうします 息20分歩いたら同じ時間以上体調に合わせて休みます注意1回の練り工時間は20分程度が理想なのですが体調に合わせて一定した際両方の足の裏が地面についた時重心は真ん中にあります腰と顔を回す時は腰の動きにつれて顔を回すようにします歩く時は 片方の足の裏が地面についてからもう一方の足のかかとを地面から離すようにしましょう途中で足を変える必要はありません両足の力を緩めリラックスするようにします十分にリラックスできない時や体調の悪い時に行うと逆効果になります風呼吸自然行行に良くなれて力を抜いて歩けるようになってから 風呼吸中開口を行うようにしてください。